最下アメリカンフェスティバルは、長崎県佐世保市において、かつて毎年夏に開催されていた祭り。正式名称は、最下アメリカンフェスティバルイン佐世保。市民には、アメフェストの通称で呼ばれた。第1回は、最下国立公園の指定30周年を祝う、記念行事として、1985年8月3日4日の2日間、開催された。企画、運営は、 佐世保青年会議所が行い、場所は通常民間には解放されていない市内、平瀬町の米海軍佐世保基地内に密パークを使用して行われ、2日間で約20万人を集めた。以降は同省、メイン会場として毎年開催され、米軍基地を抱える佐世保らしい夏の行事として定着していたが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以後、 米軍敷地の借用や、基地内立ち入りが厳しくなったことから、翌2002年8月3日4日に、市政100周年記念行事として、第18回を開催したのを最後に中止を、余儀なくされた。その後、2004年に佐世保バーガーフェスティバルが新校長の佐世保駅再開発用地で開催され、翌2005年以降は佐世保シーサイドフェスティバルがかつて、 アメリカンフェスティバルが開かれていた時期に行われている。2015年から一般社団法人佐世保青年会議所を主管団体としたアメリカンフェスティバル実行委員会が立ち上がり、再び再開した。2015年、2016年、2018年に実施。中止となった2017年には、キラキラ、フェスティバルとのコラボで、11月に島瀬公演にて、 アメリカンフェスティバルミニが開催された。ありがとうございます。